ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がマクラーレン 720S、 こちらをご紹介させていただきます。もう3代目なんですよね。そう、ボンドグループで3代目の紹介で、はい、名古屋店、大阪店と来て、うん、はい、今回東京店で、うん、ご紹介させていただくってことで、はい、でうちのチャンネルの場合だとこう新しい車をこう紹介するというよりかは、はい、まあ、基本的に在庫車両、うん、こんな車ですよっていう紹介になるんで、はい、まあ、ちょっと3回目にはなるんですけど、うん、改めてちょっとご紹介させていただくっていう形になります、はい、でもう3回目なんで、うん、もうバババババッと、そうですね、こんな感じになってます、はい、この個体の紹介をさせていただければと思います、はいはい、で僕マクラーレン一番好きなのは、うん、こうシンプルで分かりやすくないですか。分かりやすいですね。もうシリーズが3つあるんですよね、うん、スポーツ、スーパー、アルティメート、うん、そうです。でこの中核モデル の, このスーパーシリーズ、そうです、720で、名前 も,、うん、もう720馬力の720じゃないですか、はい、で他のモデルも全部そうなんです。そうです、基本はそうなってます。アルティメットのこうセナーとか B1 以外は、うん、もう基本的に車名が馬力ですよ ね, そ, うですね、はい、なんかその辺もすごく分かりやすいなっていう、はい、で最近この次が、うん、765でしたっけ。そうですね、 LT が出た感じですけども、はい、なんかあんまり衣装変わらず、そんなに大きく変わってないので。そうですよね、うん、なんかちょっとこうモデルチェンジになるんですかね。いや、ていうかあの特別仕様というんですかね、あのなんていうんですか、600LT があったり 675LT があったりで、今回は 765LT ですか、まあ、そのあのグレードのレンジのなんていうんですか、トップになるんですけど、結局 LT がつくものってロングテールじゃないですか。レースからこうインスパイアされてるっていうか、あの市販に持ってきてる特別仕様みたいな感じじゃないですかね。なるほど、うん、でそれの限定にもなってるモデルなんですね。そうですね、はいはい、で前回りからいくと、はい、顔つきもなんかちょっとこう、うん、もう一個上のアルティメットシリーズのセナーにもなんかちょっと、はい、うん、似てる感じじゃないですか。雰囲気ありますね。ですよね、ライトとかなんかこう、うん、はい、衣装がちょっとスポーツシリーズ寄りというよりかは、やっぱりその上のアルティメットシリーズになんかちょっと似てる。うん、似てますね。で他にないっすよね、こんなヘッドライトとか。うん、ある意味こう個性強いし、マクラーレンって分かりやすいし、でもスーパーカー詳しくない人にしてみると何の車だろうっていう感じもしないでもない。確かに。それが良くも悪くもマクラーレンっていう。でなんかこうフェラーリ、ランボルギーニよりかもちょっとスポーツ色というか走りのなんか要素強いですよね。すごく強いです。はい。なんか至る所にそういったものが感じられます、うん、で今回のお車は、はい、まあ、外装のオプションとしては、うん、カーボンパーツが代表的なものなんですけど、そうですね、今回はついてないってことで、うん、ついてません。特についてませんね。本当にシンプルな個体の車両になります、はい、うん、で今回走行距離がめちゃめちゃ短いんですよね、はい、短いっていうか少ない。そうですね、少ないです。なんとびっくり2000キロ。買ってから何をしてたんですかっていう。本当ですね。年式的に2019年ってことですか。そうです、去年の車です、うん、車検も十分残ってる、はい、そんな個体でございます、はい、でボディカラーはこれはちょっとメタリックの入った、うん、そうです、黒いメタリックですね。黒って意外に少ないんですよ、うん、意外と。そうですね、マクラーレンで考えると黒のイメージ、僕の勝手なイメージだと570とかで結構黒があったりするんですけど、650、720とかこの辺のシリーズは少ないですね、黒がね。意外にこう白とかオレンジ色とか。そうです、あの辺が多い感じです。多いですね、うん、そしてどうしましょう、横早速回っていきましょうか。はい、車高も結構下がってる感じですね。そうです、はい、ノビテックのダウンサスがスポーツスプリングで車高が下がってる。なるほど、はい、チューナーノビテックで。そうですね、もともと車高調でしたっけ。そうです、リフトシステムがついてるので、はい、で下がりきらないんで、うん、まあ、スプリング交換してしっかり下げた。そうです。でホイールもこれまたかっこいい。これ良くないですか。かっこいいですね。ね、もうちょっとこの色気のホイールが似合いますよね、はい、似合います。1221の20インチが、はい、そうです、うん、ちょっとこのメカメカしいちょっと複雑な造形が本当にバッチリですよね、うん、そうですね。なんか黒だと逆に言うとこう淡白になりかねないので、こうホイールでこうなんていうんですか、すごくこうバチッと主張しちゃって、そうなんか質感の違い、なんかこう違いがありますね。こう太めのスポーク、5本スポークとかこう、うん、ディレクショナルってこう回転、ね、方向のあるホイールじゃなくて、うん、あえてこうちょっとメッシュっぽい複雑なデザインで足元を目立たせる、はい、色もちょっとこうクリアのスモーク系のクリア、ね、スモーク系のクリアの2ピースのホイール、はい、で黒ではないのでかっこいいですね。重い感じもなく
透けて見える感じですね。そうです。でブレーキなんかもカモセラの標準なんですね、うん、はい。そして今回ちょっとプチカスタムがしてあるということで、はい、まあ、前ちょっと通り過ぎちゃいましたけど、うん、エンブレムが塗ってあったりとか、はい、ここの720のサイドもねエンブレムが外してある。スッキリしていいですね。そうですね、なんかいい感じで、僕は個人的に好きですね、はい。そして横に回っていくとまたこれドアがすごい造形です、うん、はい。でここが結構違うんですよね。そうなんですよ、あのガラスになってる車と、うん、これ普通のは何なんですか、これ鉄板になるんですか。鉄板ですかね。ガラスのとガラスじゃないのがある、ね、そうありますね。ここで今回の車はもう普通のガラスじゃない方のタイプ、うん、はい、はい。そして後ろも行きましょうか、はい、後ろがまたコンケーブって言ってこの逆移りがすごい、うん、21インチの、そうリアが21インチになってますね。タイヤが装着されてございます、はい、タイヤチョイスも絶妙ですねこれ、うん、ちょっと若干寝る感じで、はい、いい感じですね。もうそしてデズラはもうツラツラです、はい、こんな感じですかね、うん。そして後ろはこれちょっと今ウイングが上がっちゃってますけど、はい、マクラーレンこれ1回出しちゃうとこれ走らないと下がらないじゃん。そうなんですよ。そうですよね、はい、エアーブレーキなんで、うん、もうこのエアのこの何ですか、うん、空力がすごいですよね。すごいですよね、その空気の取り込みとあと出口とこの穴から入れてこの辺から出したりとか。そうですね、すごい造形してますよね、はい。あと乗ってハンドルを握ると視界がとても広い車なんで、あのスーパーカーの中では相当乗りやすい方だと思います。なるほど、うん、それってちょっと走りにもつながるところあるんですかね。もちろんそうですね、やっぱりこう視界がよく運転しやすいっていうのはこう、うん、早く走るにもつながってくる。そうですね、はい、ストレス少ないですから、はい。そして720だともうこのマフラーがここだしっていう、はい、かっこいいですね。すごいですね、標準でこれですもんね、はい、なんか特別仕様とか限定車とかじゃないですか、ね、うん、なんかこう SVJ とかそうですね、ここは行かなくてもそう、もう標準でここから出すっていう、はい。外観ちょっと1点だけ、うん、あそうですね、はい、はい、ちょっと助手席側のこれですね、もう車の造形がすごすぎてクオートアって言っていいのかどうなのか、リアフェンダーと言うべきかちょっとわからないですけど、はい、ここにどれですかね、ちょっと1センチぐらいの、うん、はい、ちょっと線傷なんですね。ここだけちょっと、はい、ある答えになってございます。この辺はまあ手直し、はい、うん、まあ、目立たないようにちょっとしたりとか、ね、はい、もう気になるようであれば、うん、まあ、全部塗っちゃったりとかっていうのをご相談いただければいろいろできますので、はい、今回の車はこんな感じになっております、うん。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。ドアのこの開けるところはこの裏側についてるんですよね。そうです。これを言ってもらえばこんな感じで、ちょっと途中ですけどしっかりソフトクローズもついてるっていう、ね、いやさすが嬉しい装備です。さすがイギリスの車、はいはい。そして出ましたディヘドラルドア、これどうなんですか、はい、結構、うん、狭く開けられますよね。狭く開けられますね。ですよね、うん、ただその高さの問題があるので、まあそんなに狭い車高ってことはないと思うんですけど、高さの方がクリアできれば。確かに高さ的には、はい、2メートル超えてますかね。そうなんですよ、超えてますよね。はい、超えてると思います。結構上は必要、はい、なので、な気がしますけど、幅に関しては普通の車の、どれぐらいかな、ワンノッチ、ツーノッチ手前ぐらい、この辺で40センチぐらいだと思うんですけど。そうですね、40センチぐらいです、ね、はい、割と狭いところでも大丈夫だと思いますね。さすがにランボルギーニみたいに、うん、こう全くこう横を必要としないっていうわけじゃないですけど、はい、そうですね、かなり狭い、うん、スペースで乗り降りができるという、はい、そしてまたここがえぐれてるのが、そう、すごく乗り降りしやすいですよね、はい、乗り降りしやすいですね。なるほど、うん。でドアで行くと汚れやすい、はい、このドア下、そうなんですよ、もう今回の車走行距離が非常に少ないということで、うん、はい、ピカピカです。まだ綺麗ですね、はい、これでも早めにプロテクション貼ってあるんですね。これ貼ってあります。なるほど、はい、じゃあなお安心ということで。そうです。であと内装的には、内装も本当シンプルですね、はい、今回。そう、シンプルです。オプションが本当にあんまりつけてないシンプルな、そうですね、本当に走りに特化した、そうです、はいはい、仕様になってるみたいで、もう本当に黒のレザーで、はい、アルカンターラとかも少なめで、うん、少なめというか使ってるところないかな。そうですね、ないですね、はい。内装もアルカンターラとかじゃなくて普通のレザーで。そうです、普通のレザー、シックな感じで。そうです、全体的にそのホイールもそうなんですけど、外装の部分と見てもらうと分かるんですけど、黒とシルバー、濃いめのグレー、これで統一感出しているので。なるほど、はい、すごくシンプルなんですけどすごくかっこよくまとまってます。まとまってますね、はい。
な感じで。ちょっとじゃあ早速乗ってみたいと思います。はい。いつも乗るとき考えるんですけど、どう乗るのが正解なんですかこれ。え、何ですか。お尻から乗るのが正解なんですかこれ。いやでもこれはほら屋根がないから全然普通の車みたいなの買って乗れますよ。ちょっと乗っちゃっていいですか、ね、はい全然。毎回こういつもどうやって乗ればいいのかな、うん、こんな感じです。でシートは何だろう、割とフォールド性がいい、クッションも固めですよね、うん、そうですね。でこの辺もちょっとこうギュッてしてくれる感じの、うん、はい、なんかでも締め付けられる感じがないので、はい、すごくリラックスはできますね。で調整はこっち側についてるんですよね。そうです、ここの影に、はい、ここの影についてます、はい、見えないんでこう、うん、はい、何ですかこう、うん、感覚で操作する感じの、はいはい、うん、が一応ハイトアジャストとかついてる、はい、うん、で今回の車は、うん、グレードいくつあるでしたっけ。ラグジュアリーと、はい、スポーツと、ベースグレードです。ベースグレードですね、うん、で今回の車は、はい、ベースグレードです、はい、なんでこのシートの前後も、はい、これめちゃくちゃじゃあもう何ていうんですか、うん、走りの車じゃないですか。走りの車なんですよだから、はい、うん、どうしても重くなりますから装備のいい分だけ。確かに、はい、あと正直言うと、はい、こういう車ってとあのパワーシートで前後をあまり動かすっていうのは正直あまりないんですよ。なるほど、なるほど。特に720は、うん、今回の車本当に走りっすね。いや本当そうです。そしてハンドルはこんな感じで、うん、全部レザーで、はい、この辺ステッチが入ってて、うん、はい、はい、でもマクラーレンも何もないんですよね。このそうないですね。普通なんかちょっとこうナビの操作関係とかありますけど、うん、全くないっていう、はい、パドルのこのシーソーになってるパドルの質感もものすごくいいです。いいですね、うん、これちょっと独特ですよね、はい、で本当にあとはこの辺の最小限の操作関係しかないという、はい、はい、でオンにしましょうか。はい、カードを入れてください。出ました。かっこいいですね。かっこいいですね。でこれ出したりしまったりできるんですよね。そうです。ここでしたっけ、はい、そうです、はい、ここでポチッと本気で走るときはもう最小限の情報で、はい、そうです、はい、視界を広く、はいはい、できちゃうと、うん、この辺も本当シンプルですよね、はい、だってボンネットと鍵とこのメーターの出し入れしかボタンがないっていう、はい、でこの辺がライトの、うん、はい、スイッチと、はいはい、そしてこっちがナビ、うん、ナビは正直、うんうーんって感じなんですか。うーんって感じですかね正直。そんなにこう画面も大きくないですし。そうですね。ですよね。うん、ナビは取れてますか。はい、これか、うん、ただ、まあ、一応こういう操作もできますし、はい、はい、まあ、最低限の、うん、はい、使い勝手は悪くないですよ。ですよね、うん、でエアコン関係もこの中で、はい、でメットをかぶってる、はい、いいですねこれは、はいはい、だとこの辺がモード関係ですよね。そうです、はい、ちょっと慣れないと難しいですけど、うん、これアクティブを押すと変えられるんでしょうか、はい、そうですそうですよね、うん、この辺と、はい、この辺と、うん、であとはシフト関係、うん、はい、ドライブドライブニュートラルバック、はい、でハザード、うん、あとローンチ、はい、スタートダッシュを、そうです、はい、で収納関係はドリンクホルダー、はい、本当にちっちゃいのが1個と、はい、あとこの辺小物入れ、小物入れですね、はい、うん、あとこのアームレストの中、はい、あれこれ、あこれか、はい、はい、すいません、こんな感じで、うん、はい、ちょっとちっちゃめですけどついてると、はい、でこの辺も全部レザーなんですね。そうで、ここがアルカンです。あここだけアルカンですね。そうですね。あなるほど、うん、えベースでも全然なんかでも基本の装備が全然すごいんで、うん、なるほど、特にはちょっと質感めちゃくちゃいいですよ。いいですよね、普通にいいと思いますよ。そして今回の車は、うん、はい、こちら、うん、AWE このマフラーの、はい、バルブの開け閉め、そうですね、これが任意でできるキットがついてるんで、うん、はい、はい、このリモコンで開けたり閉めたりできるっていう、うん、そんなのもついてます、はいはい、そして内装、うん、上の方に行くと、うん、もうピラーも全部レザーなんですね。そうですね、この辺もね、バイザーだったりも、うん、はい、なかなかの質感でございます。質感本当いいですよ。いいですよね、はい、天井もレザーだし、うん、全然、はい、あの安っぽいところ一切ないです。いい感じです、うん、そして後ろは少し収納というか、なんていうんですか、はい、スペースが
あるんで、うん、ちょっとバッグ置いたりとか、はいはい、ジャケット置いたりとか、うん、そんなのはできると。そうですね、はい、でこのシートの裏は何もないですね、うん、何もないです。はい、リクライニングはほぼ、うん、ほぼできないというか、うん、ですよね。はい、あ、手動のやつ初めての上まで、あ、このぐらいか、はいはい、この感じで、うん、全然余裕ですよね。はい、こんな感じです、はい、あ、あとはペダル関係ですか。うん、はい、ちょっとスーパーカーの中でも、うん、狭いというか。そうですね、そういう感じしますよね。はい、はい、本当に、うん、いっぱいいっぱいな、うん、はい、これは慣れですか。慣れですね。なんかあの僕は個人的にめちゃくちゃ好きなんですけど。あ、そうなんですか。もう見た目がレーシングカーっぽいじゃないですか。あ、確かに、はい、レーシングカーに一番近いですよね。多分近いと思いますね、スーパーカー御三家の中で、はい、なんかこの辺ちょっとさっきナビで触れなかったですけど、はい、この辺のねメタルの質感とか、はい、すごく良くないですか。だってなんか見た目の質感が。え、これ金属じゃない。あ、金属なんですか。うん、金属だと思います。あ、これプラスチックじゃないんですね、うん、なるほど。質感がヘアラインが残したアルミみたいな、 うん、そんな感じです。はい、はい、じゃあ続いてボンネット、これマクラーレンもフランクでいいんですか。トランクですよね。はい、はい、いいと思います。ちょっと見てみたいと思います。はい、まあ、開けるのは運転席脇のスイッチで開けていただくとこんな感じで、はい、うん、意外に広いですよね。ね、ポルシェなんかに比べると。そうですね、かなり広いですよね、うん、ただボンネットがもともと低いんで深さ的には。そう、深さはどうしてもねちょっと稼げないですけど。稼げないですけど、はい、広さ意外とあります。なるほど。でバッテリーの、あ、そうですね、これはい、バッテリーのコンディショナー、マクラーレン純正ですね。もうついてると、はい、はい、そしてここで充電するんでしたっけ、うん、そうです。そうなんですよね、うん、でマクラーレンを所有する上で絶対やっちゃいけないのがバッテリーを上げるっていう。そうです、それだけは絶対やっちゃダメ。それだけは絶対やっちゃダメですね。だからもう本当に駐車するときは、うん、このボンネットを開けとくのがベスト、はい、ベストです。はい、確かこう全部閉まってる状態でバッテリー上がっちゃうと、うんうん、アウトなんですよね。アウトです。アウトだし、あとはその保管の仕方としては、仮にバッテリーのコンディショナーを取り付けできるガレージの中であれば、皆さん嫌がるんですけど、ここからコードを出したときにちゃんと閉めてください。閉めちゃっていいんですか。あのバッテリーコンディショナーつなげるんであれば、はい、絶対閉めないとダメなんですよ。それでしばらく置いとくとセキュリティ誤作動して今度キーが効かなくなっちゃうんですよ。それもまたすごく厄介で、なので、まあ、注意点は何箇所かあるんですけど、その辺はあのご納車前に、なるほど、はい、商談の際に説明させてもらえればと思います。ただ難しくはないです、はい、ちょっと慣れが慣れれば必要です。はい、そうです。じゃあ続いて灯火類を見てみたいと思います。お願いします。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。男性が、ね、はい、エスコートしてあげる。そうです、そうです、はい、しっかりやっていただいてっていう感じ。でも開口部広いから、はい、乗り降りは本当に女性の方でも、そう、楽ですよ。楽ですよね、はい、そしてもちろんこの手の車なんで、うん、中はそんなに広くはないですけど、はい、乗ってしまえば、乗ってしまえば、特になんかでもこの辺は結構広くありません。そう、なんかね、マクラーレンやっぱり視界がすごいんですよ。ですよね。だからね、あの本当乗っててあの楽っていうか、こう見えないなとか見づらいなってことはほとんどないですね。なんかフェラーリ、ランボルギーニよりこの辺の圧迫感がないですよね。そうですね、すっきりしますよね。そうです、そうです、はい、すごい楽です。そしてもう土方さんの
このドラポジが、はい、もうレーシングカーです。ね、本当です。これね、なんかサーキット、まあ、当然これで別に今からサーキット走るわけじゃないですけど、はい、サーキット走るときなんて本当すごい楽ですよ。これだけ伸ばしてくれる車ってないんで、すげえ楽です。だから GT カーのレーシングカー乗ってるみたいなポジションになりますよ。なるほど。すげえかっこいいです。ホールドもかなりいいんで、はい。で、乗り味はもういわゆるこうスポーツしてる車で、いやもうそうですね。で、これ電子制御の足回りなんですよね。そうです。で、3段階というか3パターンで、はい。コンフォートとスポーツとドラッグでしたっけ？うん、そうです。はい。はい、まさかのアイドリングストップですね。ついてんすか？素晴らしい。はい。あ、そうなんすか。はい、ちょっと車両紹介3台目なんですけど、うん、試乗は初めてなんで。あ、ついてるんですね。ついてますね。びっくりしちゃいますね。必要かどうかはちょっとかなり疑問符がつきますけど。必要ないと思いますけどね。はい、ここにちゃんと。はい、なるほど。はい。そしてここのモード切り替えのボタンがいつも謎なんですけど。うん、はい。はい。これはどうなってるんですか。これ現状今こう、はい、標準の普通のベーシックなモード、はい、ね、そうです、はい、スタンダードな状態なんで、はい、なんですけど、はい、これを、はい、やりたいときはまず真ん中を押すと、そうです、アクティブにしてもらって、はい、でこれを例えばこの、パワートレインを、ああ、はい、普通のコンフォートモード、はい、スポーツモード、はい、で当然 T はサーキット、はい、トラックモードです、はい、でもうトラックモードにするともうこんな感じです、ね、なるほど、はい、もう自動的に、そうです、折りたたまれて、そうです、あ、車高も下がるんですか。車高は今下げました。今上がってる状態で、なるほど、はい、ショールーム出てきたんで。じゃあこれがパワートレインのそうですモード切り替え、そうです、はい、であとは例えば、はい、じゃあこれで一回メーター出して、またこれにするとメーターが出てくる、そうです、はい、でこちらがパワートレインしちゃった。これで、はい、ハンドリング、ハンドリングの、そう、あ、なるほど、はい、なのでじゃあボディとそのパワー、うん、パワーというかエンジンの方のモードがそれぞれ切り替えられるとか、ね、そうですね、なるほど、うん、え、じゃあ、はい、めちゃめちゃパワー出してコンフォートに乗りたいとかもできるわけですか。できるわけですね。あ、なるほど、そういうことなんですね。トラックモードにして、はい、ハンドリングはコンフォートとか、なるほどなるほど、はい、なるほどにしてもらえれば、あと通常これをアクティブになってなければ、はい、そのまま通常の車が、なんていうんですか、オートモードとかおかしいですけ ど普通のどこにでもある車と同じセッティングですよね。ちょうどいいところで制御する、そうです、そうです。 BM でもベンツでもあるじゃないですか、はい、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスとか、はい、そういった類のものなんで、なるほど、それをパワートレインとハンドリングで別々に設定できるよっていう。じゃあ意外に簡単な、あ、全然、見た目がこうビジュアル的に見た感、はいはいはい、見た時ない感じじゃないですか、はい、だから難しいって思っちゃいますけど、全然内容は普通の他の車と一緒なんで、特段馴染みゼロなんで全く分からなかった。そうそうそう、それだけですよね、馴染みだけです、単純に。あとこのこっち側の操作でドリフトもできるんですよね、うん、そうです。あ、ドリフトコントロール、はい、はい、とりあえずどこでドリフトしますか。カンパチ、ね、カンパチでドリフトでいいですか。したいですね、本当ですか、はいはい、そんなのもついてる、はい、いやもうじゃあ本当に何回も言いますけど本当に走りの車なんですね、はい、いやもう走りですよね本当に。なんかそれを知ったらますます、うん、このスタンダード、はい、まあ、ラグジュアリーでもそのスポーツでもないスタンダードで、はい、オプションなしでいい気がしてきました。いやいや本当そうです。だからなんていうんですか、変な言い方ですけどオプションないって言うとなんか何もついてないみたいな感じですけど、ちょっと寂しい気しちゃうじゃないですか。そう、別にそういうわけじゃないので、はい、ポルシェみたいにあれもないこれもないっていうわけじゃないんで、別に必要最低限十分についてますから装備は。でもポルシェもポルシェでなんかこうベースグレードっていうかスノーカレラで、うん、オプション本当に絞ったやつでもなんかかっこいいなと思っちゃうんですよ、ね、いや思いますよね。ですよね、うん、だから本当新車で買われたオーナーさんの好みだと思うんですけど、僕は全然いいと思います。走るのが好きな人であれば、うん、そうです、確かにですね。もうさっきカメラマンなんかシートを手動の方がいいっすねなんて言ってましたからね。でしょ、はい、うん、早く調整できるし、はい、一回そのポジションだったら調整しないじゃないですか、決まっちゃうんで。そしてマフラーの音がめちゃめちゃいい音してますよ、このスイッチで。
うわいいですね、はい、でこれが先代の6号先代というか、うん、この原型にあたる650より、はい、エンジンなんかがかなり変わってるんですよね。変わってます。 3.8 から4リッターになってますね。なってるという、うん、650まではあの MP4 の流れを組むエンジンなんですよね。そうです。それがもう一新されて、はい、720から別のエンジンになってるという、はい、そしてこの車内に響くこのエンジン音というべきか、うん、メカニカルノイズというべきか、このシュイーンっていうちょっとやる気にさせる感じでいいですね、はい、とてもいいですよね。こう本当に背中でなんかちょっとメカが動いてるなって感じしますよね。しますします。でこれがなんかこう演出されてないじゃないですか、はい、あとはこの音を小さくこう遮蔽しすぎてないというか、うん、変なギミックがないですから、ね、ないですよね。そう、そこがなんか好感持てますよね。本当になんかレーシングカーっすね、うん、まあ、車の作りもそうなんですよね。バスタブ構造でこう、そうです、もう全部カーボンで、はい、だからもう、まあ、僕もマクラーレンのために再三言ってしまうんですけど、足が硬いんですけどボディがそれ以上に硬いので足がちゃんと動いてる。あ、なるほど。だから接地感を失うことがないので、恐怖感って少ないですよね。すごいですよね、メカニカルグリップが。そして座席からの視界はもうとにかく低い低い本当に地面スレスレを走ってるっていうのがね、本当にちょっと高めのバーだったらくぐれちゃいそうな、うん、はい、駐車場のバーだったらくぐれちゃいそうな、ね、そのぐらい低い。割と固めっすね。硬いっす。でも全然僕は折れちゃいます、はい、うん、でもなんていうの、こう硬いって言っても、はい、弾けるような、あ、跳ねる感じではないですね。弾き返されるっていう硬さじゃないので、はいはい、これ速く走れるやつですね。硬くても節度があるんですよね、はい、なんか分かります、うん、車高高い車低くしちゃって硬くするとこう明らかにこう走れない硬さとこう車の動きになるじゃないですか、ね、不快なダンピングになっちゃうので、はい、それはないですね。そしてミラーはどうですか。すげえ見やすいです。あ、意外に見やすいんですね、はい、もうなんかね、多分ミラーの足が生えてるところがすごくいい場所なんですよ。あ、なるほど。だからこうメーター見てるじゃないですか。でフロントガラスの向こう当然前を見てるじゃないですか、はい、でこのまんま横を向けばそのままドアミラー見えるんですよ。あ、でこう本当に乗ると分かるんですけど、これもレーシングカー譲りなんですかね。いや、もうそうですね。でデザインばっかりで、はい、こう意外と高い位置にこうミラーがあるスポーツカースーパーカー多いですよね、はい、そういう車って意外と足の位置が悪いからミラーの実際のミラー部分が全て見えなくてちょっとボディが映り込んでたりとか、はい、ちょっとこう下がなんていうの、斜め下が見づらかったり、あとこの ドアに隠れてこう、そうです、こうなっちゃってたりするのとかありますよね。残念なことありますよね。これ一切ないです。昔のフェンダーミラーかっていうぐらいこう見やすい。本当、あ、そうだね。いやでもデザインはもう明らかにフェンダーミラーだもんね。そんな感じですよね。そう、なんでしょうね、うん、これ普通の車についてたら絶対かっこ悪いのに、そう、アニマルについてるとめちゃめちゃかっこいいっすね。この車のデザインだから成立してるんですね、多分。これね、クリープ現象も発生してくれるんで。あ、そうなんですね。そう、オートバから乗っても違和感ないんですよ、これで走っちゃうんですよ。めちゃめちゃ乗りやすいじゃないですか。そうなんですよ。意外にじゃあ街乗りも普通にこなせちゃうんですね。全然普通に乗れます。街中が楽しくなりますね。そう、本当です。で、走行中にもしっかりリアビューが使えるんで。そうなんですよ。この巨大なお尻も、うん、はい、全然見やすく、ね、そうなんですよ。なんかね、なんだろうな、これ本当マクラーレンって乗るたんびにすごいなって感心されますね。ドアミラー見てても何ですか、後ろがすごい見えるんですよ。あとで土乗れば分かりますけど、はい、この形でなんかこう、わあスーパーカーだって気負っちゃうかもしれないんですけど、冷静になって
にレーシングカー、うん、でもなんか 質, の、はい、質感の良さが伝わるでしょ。伝わんないか。ハンドル握って、はい、ハンドル操作してやるとすっごい分かります。いろんな車の助手席とか乗りましたけど、はい、一番レーシーです。そうですか、はい、一番レーシーです。それはなんかこ う, う, い, ういや本当に何回も同じことばっかり言って申し訳ないですけど、はい、なんか一番レーシングカーに近いというか、まあはい、そんな気します。え、そうでもないですか。いや、そうですけど、はい、助手席乗ってるツッチーが、はい、どこでそれを感じてるのかなと思っただけです。なんかこの音と乗り味と、はいはい、なんかフェラーリとかってまたなんかちょっと違いません？なんか違いますね、全然。なんかもうサキトを感じますな、はい、このヒュイーンって音とか。そうですね、このガチガチの足とか、うん、この片足がちゃんと動くからすごいんですよ。すごいですね、はい。あとはこの 前のミニクサぐらいですか、欠点といえば。あ、でも感覚がつかむ、はい、感覚がつかみやすいですか。はい、気にならないですね。なんとなくこの感じかなって思うところで全然僕は全く気にならないです。で、今回の車リフターはついてるんですか。これリフターついてます。リフターはここ押せばいいです。ああ、なるほど、はい、そうすれば上がります。あ、そうですね、さっき操作しました。そうです、ここで、ここだけです。なるほど、はい。じゃあまあちょっとどこでも行けるっていうと語弊がありますけど、うん、日常使いはもうなんかまあ、基本的には問題ない感じです、ね、問題ないです。なるほど、全く。うわ、これなんかね、はい、そんなことをする必要ないんですけど、はい、これだけステアリングが出てくるじゃないですか、はいはい、でめちゃめちゃ出てますよね。背中のバックレストも結構倒せるでしょ。はい、あの他のスーパーカーと多分圧倒的に違うのは、はい、ヘルメットかぶっても当たんないですと。多分僕ちなみに身長167cm、はい、体重60キロぐらい、61キロぐらい、はい、ちょっとちっちゃめの日本人なんですけど、はい、でもなんとなく分かります。分かります、はい、でヘルメットかぶると僕もほらずっとこうサーキットしたりいろいろやってるんですけど、はい、大概の車はもうバコバコ当たっちゃってシート下げたくなるんですけど、はい、これすごいですね。でこれだけあるからちょうどかぶった時にぴったりな感じ、はい、ああなるほど、はい、でステアリングもこう、脇締めたままこう切れるっていう、すごくすごいいい感じです。もうちょっとリクライニングできますもんね。そう、はい、できますよね。下げるのも下げられるし。そうです、だからそう、確かにフルフェイスかぶってもいけますね。これだったら全然いけますね。はあ、はい、なんか改めてすごいなと思いました。え、これ左ハンドルってどうなんですか。お、いいんじゃないですか。あ、いいんですか、はい、右でも左でも。なんかこう、え、世の中的にはどっちの方がいいんですか。マクラーレンでも左の方がいいんですか。いや、マクラーレン日本だとやっぱり多分右じゃないですか。右の方が多いんですか。うーん、かもしれないですね。ちょうど確か名古屋店で紹介させていただいたのが、うん、あれ、いやいや違う、全部紹介したの全部左ハンドルですね。まあ、じゃあ東京店のもう一台の在庫の白あるじゃないですか、はい、あれだけかな、右ハンドル。あ、そうなんですね、はい、ラグジュアリーもう一台ありますから、それは右ハンドル。なるほど。え、ラグジュアリーだとじゃあちょっとこう快適装備がもっと充実してる感じなんですか。そうですね、シートがこうラグジュアリーの電動になったりとか。そうです、電動のレーザーシートになってたりとか、はい、なるほど。そういった細かい装備が変わってきますね。え、スポーツになるとどうなんですか。スポーツシートになったり、 あとなんだっけな、なんだっけな、ウッド忘れしちゃったな、エキゾーストがちゃったな、なんだっけな、何か違うんですよ。もうテイストがそういう。そうです。なるほど、はい、もうちょっとスポーツ寄りに。そうですね、ちょっと今日は珍しく第三景品ちょこっとだけ乗ってみましょうか。はい、はい、いいですね。やっぱり高速走ってなんぼの車ですよ。なんとなくね、はい、当然法律があるんで飛ばせないんですけど、 でもなんとなく片鱗を、そう、少しでもね、ちょっとお伝えできればと。確かに、はい、でも以前のマクラーレンの650とかに比べてモニターのこの液晶の液晶、何
何ですかこれ。液晶じゃないですか。液晶なんですかね、はい、この表示も、そう、綺麗なんですよね、うん、画面が。確かにちょっと質感もアップしてますね。いや全然いいですよね。普通にだってちょっとタブレットぐらいの感覚では使えますよね、うん、そう。だって リアビューカメラすごいクリアですもん、ね、確かに画質が、はい、ね、綺麗でしょ。ちょっとこうマイナーなところなリアビューカメラの、うん、あのメーカーのリアビューカメラだと、うん、おうって感じの、そう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 、なんかザラザラした、はいはい、わかりますよ、わかりますよ、はいはい、なんか監視カメラみたいな画質の、そうこれ大丈夫かなみたいな、そうありますよ、ね、全然ないですからね。もうメーカー名は出さないですけど、現行でもその画質のやつ結構ありますから、ね、ありますね。確かにそうする考えると、うん、他の言ってみたらドイツ車と変わんないような全然変わんないですね画質ですね、うん、やってまいりました第三景品。これ720とかって早いのも早いんですか、やっぱり圧倒的に速いですやっぱり、はい、なんか結構こう他のフェラーリランボと比べて、はい、同価格帯と比べて早いから選ぶっていう人も多いみたいですよね、はい、いやいや絶対そうです、ほんと早いですよ。わあ、ちょっとこれこれちょっと何すか、こうスピードを出した瞬間に別の車じゃないですか、はい、これ安定感半端ないですよね。これすごいっすね、はい、張り付いてる感半端ないですよ。これすげえ怖いですよ。だって何ていうんですか、全くこうもう周囲いいんじゃないですか、はい、全く何ていうの、怖くないですよ。 スピードに対する恐怖があったとしても多分車の方これ全然怖くないんで、今びっくりしました。ちょっと張り付いてる感がすごい。うわ、うわすごい。なんすかね、もう車線変更とか、はい、こう横にこう字がかかる時もなんか真横に移動っすね。グワーンとかじゃないですよもう、ね、なんですかね、すごいですよね。だから僕らは、あの、っていうか僕そんな別にあのプロのレーシングドライバーじゃないんで、趣味程度に走ってる人間ですからそこまで分かんないですけど、これだけの例えば100キロぐらいで走ってても絶対的な安定感があるので、当然200キロとかって大丈夫なんでしょうね。そうですよね、もう絶対大丈夫っていう気がしますよ、はい、今80キロ規制で76キロ77キロこれぐらい走ってますけど、はい、本当なんかこうダメですよ、ダメですけど、はい、ハンドル本当こうね、全く別に取られるとかブレるってないんで、はい、すごいですよね、こんな薄いタイヤ入ってる。すげえこれちょっと本当表現しますね、スピード出すと、はい、怖いぐらい、ね、本当はもうね、クローズドのところで思いっきり、ね、ちょっと踏んでみたいですね、はい、これすごいな。なんかさっきの、はい、あの50から80ぐらいの加速の時も、はい、なんかもう途切れることなくずっと終わっちゃうので、はい、あっという間に。だから相当200キロまで怖いですね、あっという間に行っちゃうと思います。すごい、うん、いやちょっと僕ついこの間、はい、8のなんだっけな、グランクーペ、うん、はい、850、はい、グランクーペ4ドアの、はい、乗ったんですよ、はい、あれ結構張り付いてる感すごいなと思ったんですよ。あ、そうですか。でも、うん、今改めて思ったのは、はい、850のなんかこう安定感とか張り付いてる感って、はい、なんかこう作られたやつだなと思って、このマクラーレンのこの何ていうんですか、張り付いてる感ってこうなんかこうもうメカニカルなもので、はい、もうボディの形状だったりこう空力だったり、はい、それでなんかなってんなっていう、多分別っすね、うん、演出されてないしもう、はい、でなんか
はい、なんですけど、こうトラクションが逃げる感じしないんですよ、踏んでても。あ、それってすごく安心感というんですかね。なるほど、はい。普通だったらでもリア駆動で全開加速したらフロントのトラクション抜けて少しこうステアリング軽くなったりとか、そう、ちょっとどこ飛んでいくか分かんない感出ますけど。ですよね。おお。え、本当にでもフロント浮かないっすね。浮かないっていうか、むしろこう進んでいく感じですね。イメージがね。ちょっと今まで乗った車でこんな感覚の車ないっす。撮影で、ありがたいことにそのランボとかフェラーリとかも乗せてもらう機会あって、はい、ちょっとだけですけど運転したんですけど、ちょっとまた全然本当に感覚が違う、全然違いますね、本当にこう進んでいく、うん、むしろ加速したら前が下がるんじゃねえかっていうぐらい。そうですね。で、ちょっとカットでいいですか。はい。加速今バンってして、はい、フロント浮き気味になって軽くなる感じがあるんですよ、はい、あるんですか。あるの。でもね、はい、でも、はい、土乗れば分かるけど、はい、空気抵抗がちゃんとできてるから土言うように、はいはい、感じるんだけど、まっすぐ行こうとするの、車が後ろグイグイ今蹴飛ばされてる感じ、ずっと今俺久しぶりにワクワクが止まらないここでドリフトしたいんですよじゃあ石川さんドリフトボタンを、はい、怒られちゃいました。本当にドリフトしたいです。これはちょっとすごいな。わ、これちょっとびっくり。いや、もうまず経験したことない感覚、はい、車運転してるみたいじゃないみたいです。なんかカート乗ってるみたい。あ、はい、うわ、すげえ。そして土方さん言う通り視認性めちゃめちゃいいでしょ。めちゃめちゃいい。メーター見て横見るとダイメラにちゃんと行くでしょ。行きます、うん、こう視線が左右だけで、はい、完結するっていうか、そう、上げ下げ必要なく本当に振り向くだけで。そうです。そして意外後ろの視認性がめちゃめちゃいい。すごいでしょ。ランボとかもほぼ見えないじゃないですか、後ろ。そうですね、正直言うとね。これ普通に見えますね。はい。なんだったら本当に911シリーズぐらいの後ろの、すげえこれこれすごいっすね。ワクワクするよね。ワクワクします。今本当に法定速度でこうバーって走ってるだけですけど、本当に何もいらないというか。本当でしょ。はい。こんなに安定してんすか。そうなんですよ。これ確かに200キロぐらい出してもわーってならなそうっていう。そう、なんか想像がつきますよね。できますね。そう、この先の想像が。すげえ。もう本当普通の車で言ったら30キロぐらいで走ってるぐらいのこの余力を持て余してる感じ。本当そうですね。ステアリングもそうだし、うん、パワーもそうだし、うん、いやこれちょっとびっくりだな。乗らないとわからないですね。これ乗らないとわからないですね、はい。まあ、なかなかこれを乗るっていう機会もないですけど。でも硬い硬いと思ってた足ってそんなに。いや、でしょ、足が何ですか、うん、自分がこう想像してる通りの動きをするんで、うん、すごい。なんかこう切れ目ないでしょ。ないです、うん、確かに助手席乗ってる時と違いますね、うん、全く。確かにハンドル握ってるとこう加速で前上がる感じがあるんですけど、そうだけどどっかに行っちゃいそうな、そういう不安定さはないんですよ。そうですね、うん、しっかりこう後ろから押されてこうグーって前に出てる感じが、まっすぐ蹴られてる感じがするしますね。あ、そうそうそう、まっすぐ進んでる感じがします。それが、ね、斜め上にこう進んでる感じしないですね。じゃないですよ。それがね、永遠に続く感じがするんですよ。これすげえ。だから自分の気持ちにリミッターがないと、確かにやばいことになります。これはすごいな。だから大体普通にこうスーパーカー乗り慣れてる人でも720乗るとすごいね、速いねって皆さん言う。これすごいですね。っていうかマクラーレン乗ると同じような感動を覚えますよね、やっぱりどの車でも。シフトめっちゃスムーズだし、うん、あーでもちょっとブレーキが普通の車の感覚じゃないですねこれ、うん、どういう感覚。まず、うん、重い。ほんまにね、うん、
そして位置がちょっとこう真ん 中本当に、はいはい、であとは、はい、あの踏んでると分かるんですけど、はい、冷感の時は、はい、そんなにタッチ良くないです。あ、それランボと一緒ですね。ランボも冷感の時全然効かなくないですか。そうですね。ただ温まってくるとやっぱり効き方が全然違う。それはムラではなくあえてそうなんだと思います。あのもうカーボンセラミックだともうしょうがないですね。そう、それもありますし、そのメーカーによって考え方いろいろなので、はい、制動の一番美味しいローター温度を何度に、うん、どこに持っていくか、ね、どこに持っていくかだと思うので、街乗りで調子いいところに持っていくのか、ね、高速域で行けるようにするのか。だから街乗りの1個上っていうんですかね、スポーツ走行向きなフィーリングです。決してフィーリング、タッチのフィーリングが悪くないので、動力のかけ方を覚えてしまえばすごい面白い。そうですね、ちょっと慣れが必要っていう、そういうレベルですよ。そう、難しいことではないので。確かにブレーキはちょっとこう慣れないと。これすごい本当に。あれ、久々に土ワクワク止まらない。ワクワク止まらないですよこれちょっと。うわいい感じですね。すげえ。はい、これでもちょっとポルシェみたいな、うん、こう運転上手くなった感じはしないですよ、うん、はい、なんかでも言うと、はい、ある意味こう試されてる感じしません？あ、わかります。車に、はい、それがねちょっとなんかこう残念なんですよ。 もっと踏めるところに行きたいなみたいな。欲しいっす。欲しいよね。欲しいっす。これは欲しい。なんかもしかすると、はい、その意外とこうスーパーカーの中でもこう疲れにくい車かもしれないですね。結局なんか走り追求するとそうなるとかって、うん、だ本当にポルシェなんかも長距離に乗っても疲れないし、うん、やっぱりその疲れないってその、うん、運転に集中できるっていうことにつながるから、そうタイムにつながるっていう。そうですね。なんか一般の乗用車の方がハンドリング当然悪いから疲れちゃったり肩凝っちゃったりっていうのはよくあるの話ですからね。確かに、うん、いやこれシートもだってホールドいいし。そうですね、うん、できつすぎないから。確かになんかいいかなみたいな。なんかこういうところってペタッと回るでしょ。いや本当っすよ。なんかね不思議ですよねこの感覚。飛ばさなくても分かるんですよこの感覚が。乗っていただければなんか本当ペタッて。なんすかねこれ。車が普通の車のなんか違いますね。なんですかね。いや本当にでもカートですよ。カート。そうですね、はい、レーシングカートです。ロール感ない車ってないですね。トラでも、はい、タイヤが滑り出しそうな雰囲気ってあったりするんですけど、はいはいはい、あとなんかすごくなんていうのかな、こう、うん、ステアリングの言うことを聞きづらい変な違和感があるんですけど、はいはい、この車は本当素直ですよ、うん、だから多分あれですね、バスタブ、カーボンバスタブでガッチガチに固まったそのキャビンというかボディで片足を動かしてるんでこういう風になるのかな。いやこれだって僕みたいな素人が乗っても足がこう、はい、こういう風に動いてるのが分かる。分かります、はい、それ多分ボディがよれないかなんでしょうね。で足だけこういう風に足だけこう動いてるなっていうのがもうハンドルとこう足のこの振動で分かりますよね。結局ボディこれだけ固めててボディのレートが相当上がってるんで、あと力逃がすとなったら足を動かすかタイヤを潰すかしかないですからね。これはすげえな。だから本気でブレーキ踏んでってあのパッドの温度あのローターの温度を上げてタッチを良くしてグイグイ踏んでいけばノーズダイブ多少こうしていくんでしょうけど、そこでまたこうそれを高次元で保つためにはこういう作りになってくるんでしょうね。超高速域っていうんですかね。めちゃめちゃいい車です。これすごいな。欲しい。欲しいっすこれは。本当踏みたくなっちゃうんで。そうっすね、はい、そこだけ要注意です。ちょっとあの CM に出てきそうなこうなんてこうこういう靴ずら折りの、はい、うん、ああいうとことかちょっと走ってみたいですね。ワインディングロードみたいな、ね、はい、ちょっと箱
箱根ぐらいでもなんか持て余しちゃいそうですもん。そうですね。でも多分あれでしょうね、タンパイク、はい、上り大観山に向かってこう、はい、走っていくとすごく気持ちいいと思いますね。いやちょっとやってみたいな、はい。これはでもいいな、これちょっと本当に興味ある人は高速乗った方がいいですね。絶対オーナーになったら高速乗るべきですね。そうですね、まあ、下道でもこの車の良さってありますけど、土目線この辺高さ、はい、そうですね、これ横向いて、はい、横向いて、はい、めちゃめちゃ見やすいですよね。そう、すっごい見やすいです。でこう後ろが、後ろとかだって本当スーパーカーじゃないですね。はい、視認性は。いや本当にあの比べてかその引き合いに出して合ってるかどうかわかんないですけど、911シリーズみたいなそのぐらいの本当に、うん、だから私その古い人間なんで、お客さんとお話しするときによく言うんですけど、昔初代 NSX が出た時って、はいはい、運転しやすい、うん、視界もいい、うん、オートマだ、うん、毎日乗れるスーパーカーですよね。しかもかっこいいプレリュードって揶揄までされてそうなんですか。そうなんですよ、はい、スーパーカーの形したプレリュードみたいにも言われてたんですよ、まさにマクラーレンってそれに近くて、誤解を恐れずに言うならその感覚に近いですよね。だ乗るつもりだったら普通に僕毎日乗れちゃう車だと思いますよ。どこにでも行けるし、確かに、うん、ただね形とかマクラーレンというブランドでちょっと気負っちゃうかもしれないですけど、そうですね、はい、全然慣れていただければ大丈夫かなと思います。西川さん毎回最後カスタムの話を聞いてるんですけども、はい、逆に今回この車まだ新しいじゃないですか、はい、2019年式で、で、うん、結構いじってあるんで、はい、ノーマルパーツあるかどうかは気になるところなんですけど。はい、大丈夫です。ノーマルパーツもあります。全部揃ってる。全部揃ってます。新車で買われ、新車で買ったお客様が全てうちでいじってますので、はい、全てちゃんと保管してあります。じゃあディーラー入庫の際も、はい、心配なく、はい、対応できると。大丈夫です。で、まあ、さらにもっとカスタマイズするんであれば、うん、ご相談いただければもちろんいろんなことができると思います。はい、お気軽にご相談ください。はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりマクラーレン 720S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。